主を失った彼女の行方は、李牧の死後の飼い主の行動、四つの可能性。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、李牧の死後の飼い主の行動について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。李牧の腹心として、初期から登場し、恋心すら抱いている節がある飼い主。しかし、史実において、李牧の死は確定しており、その後、しばらくは蝶も存続します。そうなると、李牧の死後に、飼い主は、どのような行動をとるのでしょうか。飼い主の李牧死後の行動について、可能性を考察してみました。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、ぜひ、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、史実での李牧の死。まず、簡単に史実においての李牧の死について紹介しておきましょう。キングダムでは、初期から、蝶の中心として、秦のことを苦しめ続けていますが、史実においては大使船が即位し、胡蝶が敗北してからの活躍が本番です。李牧が前面に出てからの蝶の防備は鉄壁で、王政をして正面から当たるのは、得策ではないと考えたほど。そこで謀略を持って李牧を殺すことを考え、各界を通じて中殺してしまいます。つまり、秦との戦争で撃たれるのではなく、蝶の内紛の結果として命を落とすのです。こうなると、玄海戦の責任を取らされて、処刑されそうになった一連の流れと、ほぼ同じ状況で、次は本当に処刑されてしまう、ということが予想されます。このような状況で、飼い主は、李牧の死に直面し、どのような行動をとるのでしょうか。可能性として高そうなものを、4つ予想してみました。2、可能性1、特攻する。まず、今回の蝶内乱においての、李牧処刑が執行される前までの行動を鑑みて、李牧処刑を防げなかった自分に絶望し、仇を討つべく、各派派に特攻をかけるかも。4戦後の蝶内乱での飼い主の行動は、自分の命を捨ててでも李牧を救う、という捨て身の行動も目立ちました。それほどに、李牧のことを大切に思っており、その李牧が殺されたとなると、刺し違えてでも仇を討とうとする、という可能性は低くないでしょう。各界の死は死者に明記されておらず、キングダムにおいては、李牧を中殺した時点で、史実の縛りはなくなります。ですので、飼い主が刺し違えて殺害し、一死報いて李牧の後を追う可能性も、悲しい結末ですが、李牧を思う彼女には、ふさわしい最後かもしれません。3、可能性に、画竜兵に拾われる。あるいは、李牧の処刑に伴い、逆賊とされた李牧派として蝶を追われ、侵攻してきた飛信隊に拾われる可能性も、飼い主は、画竜兵と馬陽以来、少なからず敵味方を超えた、複雑な縁があります。お互いに奇妙な友情を感じており、危機に瀕した相手の命を救おうとしています。ですので、李牧中殺後、行き場をなくした、飼い主を画竜兵が拾うかもしれません。当然、李牧の腹心だったことが明らかになると、飛信隊内でも反対が出るはずです。しかし、全責任を自分が被ると宣言することで、反対を抑えて、画竜兵が、飼い主の面倒を見て、飼い主の反発心を抑えていくのでは。性格的には、李信と似た直情型ですし、慣れてくれば、案外飛信隊にも馴染んで、ツンデレな女性隊員として、活躍するかもしれませんね。4、可能性3、大へ亡命。また、私が、一番可能性が高いと思うのが、大への亡命です。蝶が滅亡した後、大使家を中心として、亡命政権の大が建国されます。この大の将軍などは、史書に記載がないため、劇中オリジナルキャラが中心となって、大の将校として秦と戦う、という可能性が高いです。そうなると、可能性が高いのが李牧腹心である、馬南寺や春水樹、そして海里などです。不定は、史実に登場する人物ですが、将軍になったこと以外は記載がないため、彼も、大の亡命政権に将軍として、参加する可能性がありますね。こうなると、大の将校が少なすぎるため、海里が活躍する可能性が高いのでは、李牧の無念を、仇討ちという形ではなく、
投じた大使派を支えることで、李牧の意思を継ぐという選択をするのでは。李信は、李牧の死に立ち会えない場合、戒名を通じて、李牧の最後の言葉を伝える。という展開になる可能性も、あるかもしれませんね。5. 可能性4. 下野する。最後に、これは、超滅亡のタイミングか、あるいは、可能性3の台へ亡命した後の、どちらの後にもあり得ることですが、下野するのかもしれません。カイネのこれまでの行動を見ていると、趙という国に対してというよりも、李牧個人に対しての忠誠が、大部分を占めていそうなところがあります。ですので、李牧が死に、李牧が報じた、大使かも大と共に滅んだ後には、彼女が戦う理由は、もはや、何もなくなってしまうのではないでしょうか。もちろん戦死する可能性もありますが、そうならぬよう、李牧が死ぬ前に、カイネに、戦国の世がどうなるのか、見届けるように遺言を残すのかも。カイネにとっては、自身の意思や義務以上に、李牧の言葉が重くなっているはず。ですので、李牧が見れなかった中華の未来が、どのような形になるのかを、カイネが見届けて、李牧の墓前に報告する、という未来があるかもしれませんね。以上が李牧死後の、カイネの行動についての予想でした。御無戦後の超内乱でも明らかでしたが、カイネは、自分以上に、李牧を大切に思っており、命すら厭わないほどに、恋心と忠誠心を捧げています。そんな李牧の死後に、彼女がどのように動き、どんな結末を迎えるのか。李牧自身も、死に際に、非常に気がかりになっているかもしれませんね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。